はい、おまけの夜です。このチャンネルは深夜はファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きな好きと言っていいチャンネルでございますので、知識のあるなし上下つけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ということで、お久しぶりです。ハンターハンター最新話レビュー。はい、まあね、毎週やっていくって言ったくせにね、まあ、先週ちょっとお休みしました。というのもね、先週はまあ解説とかね、もう特になく、なんか辛くなりそうなね、まあ幻影旅団のね、過去回想シーンということで、まあ面白いんですけれども、まあ特にね、まあ説明するようなこともなかったかなということで、ちょっと一回ね、お休みさせていただきました。だからちょっと最初にね、ちょっと、謝りたいんですけれども、まあ僕ね、解説動画とかやってますけれども、ちょっとね、いくつかね、間違ったことを言ってしまってたなっていうのが、いくつかわかりました。特にね、この幻影旅団の、まあ歴史っていうかやってきた過程とかが、ちょっと僕が読み間違えてるところもあったし、今回ね、いろいろ分かった真実も含めると、あ、こういう意味の文章なんだっていうのが改めて分かったので、そこら辺も踏まえて、ちょっと今日は、訂正させていただくっていうことも踏まえてですね、今どうなってるのか、幻影旅団は、どういったことをしてきて今結成しているのかっていうのをですね、ちょっとまとめたいと思います。まあ、重い内容ではありますけれども、今までね、うわーってわけわかんなくなってたね、大井継承戦から離れて、かなり楽しめてる人も多いんじゃないでしょうか。はい、そんな中ね、まあ、すごくもう心が揺さぶられて怖くてね、もう今週とかもうページをこうね、もうめくんのがすごい嫌でしたけれども、もうほんと潜水みたいな感じで、クロロがね、まあこうやって幻影旅団ができたんだなっていうのが、わかるね、お話でございましたね。11巻のあのね、ビデオを追っかけるところから始まって、ついに今回、12巻のところに追いつきました。はい。アフロの絵にちゃんと最後なってましたね。なんでアフロなのかわからないんですけどもね、あの時だけアフロっていうね。はい。まあみんな髪型違いますからね。あと問題の、クルタ族虐殺は何だったのかっていうのをほとんどまあ推理になっちゃうんで、まああのあんまり革新的なことは言えないんですけど、まあちょっと整理しつつ、いろんなねパターンをちょっと考えていけたらなと思っております。12月5日、もうついに1号ですね。ジャンプ1号は1周年、1年終わりました。はい、ナンバー397結成丸3ということでね、まあそれまでのちょっと勝手一回すっ飛ばしますけど、もうここからいきますね。サラサちゃん、悲しくもなくなってしまいました。きつかったですね。もう見るのも絵を見るのもしんどいということで、でまあここからいろんなことが分かってくると、でまあクロロがね、まあ、ウボーグ銀がもうすぐ復讐に行きたいんだけれども、3年待ってくれというわけですね、クロロが。で、まあ、クロロが今状況的にどういう風に考えたかというと、犯行現場は一定方向だと。なんか、あれ多分ナイフが立ってましたよ。ナイフは立ってて、まあ、ちょっと、袋がね、こうぶら下がってて、こう紙がメッセージが貼ってあってってね、多分こっちから取ってるんだろうみたいな感じで、まあある一方方向になってたと。おそらくで顕示欲の強いメッセージも残ってたね、メッセージが残ってた。で映像を残してるはずだと。こんな奴らなんで、おそらくこれは映像を残してるはずなんだと。3年の準備期間があれば、今ネットが発達してるみたいなことですね。通信、光通信みたいなのが発達していて、一瞬で世界中がつながるようになると。はい。そこで必ずね、自分の作品を発表したくなるはずなんだ、世界にね、こいつら。だからね、この光通信のこのね、まあ要はネットの世界では、まあ、すべては一緒に繋がるとはいえ、国境を越えるときに検閲っていうか、まあ何か通るんで、なんていうの、俺ちょっとすいません、ネット詳しくないから、今もうプロバイダーみたいななんか通ると。通るんだよね、なんかをね。で、そこで、普通は、まあ、この、公共のね、ところを通るはずだけれども、犯罪者っていうのは必ずその抜け道を探して、バレないように何かを通ろうとするだろう。だから先回りして、犯罪者が使う抜け道を先に使って、そこでこいつらをもう捕まえようと。犯罪者が使う抜け道をもう自分たちで作っておいて、そこにもう要はゴキブリホイホイみたいな感じで、犯罪者ホイホイみたいな感じで、ここを通ってくるやつの中から、このサラサのね、やったやつらをもう捕まえようということですね。まあ僕配信やりながらね、みんなでやってたんだけれども、あ、これね、ウェブで雲なんじゃないみたいな。ウェブにこう罠を仕掛けてるから雲なんじゃないみたいな。面白いよね、これね。結構、うわ、面白い。その意味だったら、おもろって思いましたね。これだったらいいな、とか思いつつ、はい、聞いてましたけどもね。で、ここでシーラちゃんがね、たもとを分かつということで、シーラだけね、一人悲しそうな顔して、みたいな顔して、離れていっちゃいますね。って。まあ、ここはなんでか。まあ、シーラは、まあ、それ前の話読んでる限りは、ディノハンターを読んでて、私は、ディノハンターだけを読んで、もうハンターになるんだっていうのを、
決めている感じなので、まあ、ハンターになるのが夢なので、ちょっと自分から離れようということなんでしょうね。ここで目的が離れていったということなんだと思います。はい。まずは。はい。で、この3年の準備期間、まあ、ここのネットの準備もそうなんですけど、同時に、流星街をデザインすると。さらに、人を殺すという覚悟、自分の人生を捧げる覚悟を持ってですね、まあ、そういった準備をすべて整えつつ、流星街をデザインするっていうわけですね、クロロが。ここがね、衝撃でした。まずここから、僕のかなり読み違いがあったので、今まで解説動画で言ってたことも結構間違ってるところも、さらに、この新事実によって発覚しましたので、これは後ほど説明いたします。3年後ですね、幻影旅団結成ということで、ここで12巻の絵のところになってね、あれクロロとか言ってる12巻で言ってるところですね、そこに絵がねピタッときて、雲はって説明始めるわけです。雲は何を言うかというと、雲は自分をね、クロロが頭として、他のやつらは足だけれども、雲のね最重要なのは雲があり続けることであってね、たとえ頭が自分だからといって、自分が死んだとしても頭を入れ替えてね、雲っていうのは続けていくんだ、雲の存続こそがね重要なんだみたいな話をする場面につながるわけです。ここで初めはただ欲しかったと言って始まった今回の結成のね1ですよ、396話の時にウボウギンは言うんですよね、クロロに。最初はまあ何でもいいから欲しかったんだがな、はっきりと欲しいものややりたいことがあるっていうのは格別だな。ウボウさんのやりたいことって、お前と劇で世界中巡って世界一の悪役になることだな。初めはただ欲しかった。もう、要は、飢餓感ですよね。何が欲しいわけじゃなくて、何でもいいから何かが欲しいと思ってた。要は、もうそういう風に言われると、いわゆる普通の少年であったり青年であるようにも思えてくるわけです。要は目的もない、夢もないけども、何かやりたいんだっていう思いだけはある人だったんだけれども、目的を持って、たわけですよね。ただこれはこの事件が起きる前だったので、その発言はね、その時はお前らと一緒に劇団で一緒にこの仲間と回っていくことだ、最高の悪役になることだっていうのが宇保さんの初めてしっかりとした欲しいものだったわけです。はい。でその目的がこのサラサちゃんの死亡によって変わってしまったと。はい。でその目的、旅団結成された目的、今のところ分かっていることはこういうことですね。まずサラサの犯人を捕まえる、これですね。はい。犯罪者が使う抜け道を先に作って捕まえる、流星街を守る、これはですね、流星街でもうこういう小さい子供たちが被害に遭わないように、世界中の人たちがね流星街を恐れるようになって近づかないようにすると、クロロが掲げた目標です。それで流星街をデザインすると言ったわけですね。僕は世界が恐れる悪党になると言ってるわけです。まあこれは流星街を守るためとも言えるわけですね。世界中のマフィアっていうのは法に裁いたとしても、この小夜ねサラサラを殺したような奴ら、この人さらいをしてるような奴らっていうのは反省なんかしないだろう、法の下では。はい。そうじゃなくても世界中が僕らを恐れると、流星街を恐れる、そういう大悪党に俺はなるんだね。もうクロワンピースね、クロルフィーです、俺は世界の悪党になる。まあまあ嘘じゃないな、だから海賊王になるに近いよね。うん、ルフィでした。クロロはルフィでした。でこれでまあ後々ね、まあクルタ族の問題があって、こんなにサラサが死んだことでね、こんだけ費やして頑張ってる幻影旅団がなぜ虐殺なんかするのかってなってくると、皆さんクルタ族が悪いんじゃないかということでね、今ネットではね、巷ではクルタ族悪い説、黒幕説みたいなところまでねみんな言ってたりとか、まあ、あとはシーラちゃんがなんかあったんじゃないかとかね、いろんな憶測が飛んでると思うんですけど、まあいろいろちょっとねここから考えて検証していきたいなと思います。はい。でその上でちょっと僕なりに考えたら、まず第1個はですね、このなぜクルタ族を虐殺したのか、本当に虐殺したのか問題もあるけど、そもそも幻影旅団ってクルタ族関係なくめちゃくちゃ人殺してますからね。クルタ族はクラピカにとっては敵だし悲しい話だけど、ぶっちゃけそれ以外の人ものすごく殺してるんで、クルタ族に限らずですね、とんでもなく悪いことをめちゃくちゃしてるんですよ、幻影旅団っていうのは。じゃあなぜそれをするのか、先に言うと、おそらくだけど、これはまあここも僕の解釈ね、ちょっと意外と違ったってなるかもしれないですけど、一応僕の解釈としては、流星街の片付けんじゃーですよね、幻影旅団というのは流星街の片付けんじゃーでございます。だから劇の時にね、レッドが言うんだからみたいな、みんな言うことは聞くはずだみたいなことをウボウさんが言います。つまり流星街の
片付けんじゃんのレッドはクロロなんですよね。で他のメンツは幻影旅団っていうのは片付けんじゃなんですよね。じゃあなんで片付けんじゃが大悪党なの？それは流星街の片付けんじゃは世界の悪党なんだっていうことだと思うんですよね。だからこのマフィアを一掃するマフィア片付けんじゃとして、やってこう大悪党になろうっていうのはアンチヒーあのダークヒーローになろうみたいなことですよね。だからルフィですよね。だから世界政府と戦うルフィみたいなことですよね。だからあのレッドレッドって言われてたのも、まあサラサが亡くなっちゃったことでダークヒーローになってしまった。なんか一個深くて暗い目的に変わっちゃったんだよね。頭が変わっても、旅団は残す必要があるのは、クロロが生きるためにやってるんではなくて、クモというのは、クモがあるということに実はすごく目的があるっていうことですよね。クモ、幻影旅団が存続すること、存続させ続けることに、幻影旅団の目的っていうのはすごく重要な意味があるっていうことが、わかりますよね。それは、つまり多分、言い方ですけど、これは言い方解釈だけど、おそらく流星街を守るっていうこと、それは世界から恐れられることで、ゴンがヨークシンシティの時にゴンがですね、なんで人殺しできるのって聞くんですよ。身内にはね、情が厚いのになんで人殺しすることができるの。そしたらクロロこう言うんだよね。関係ないからかなって言うんですよ。関係ないからなんですよ。流星街を守るためのヒーローなので、正直それ以外の人たち多分関係ないんですよね。だからマフィアを殺そうが何をしようが世界から恐れられる。だから盗賊をやってるのも世界から恐れられる悪党になること自体が今や目的化している。だから最初は初めは欲しかっただったのが、今や世界から恐れられる悪党になるんだみたいな、こういった部分が旅団の目的化してるんだと思うんですよ。なのかなと。これ解釈です。はい。そういうことなんじゃないかなと思うんですね。だから彼らは、どこまで行っても決して善良ではない。あくまで流星街側の人、世界の敵、世界の悪党である。それは自らなっているっていう。だから変な話、その関係ないからクルタ族を虐殺することだって全然ある。ここは僕の解釈です。はい。もちろんまだね、じゃあクルタ族に本当やってるのかやってないのかっていうのはまだわからないんだけど、ここは確定しないっていうか、それはまあ読んでればそのうちきっとわかるんだろうなと思います。はい。で、ここで僕の前解説したところが結構変わっちゃってて、いろいろ間違ってるところがあるので、少し訂正しながら今の状況を冷静に整理してみたいと思います。はい。まず時系列で言うと、こうですね。まず流星街は問題を抱えている。はい。で、おそらくそれは15歳未満の人さらいが流星街で起きてる。マフィアたちがここから人間を盗んでいってる。95話の時に、まあ、長老たちがね、そういった話をしてて、そして今クロロっていうのがいて、クロロは賢いから、またなんか新たな視点でね、教えてくれるんじゃないかっていうことで、この流星街の抱える問題にクロロを入れようみたいな話をしてるんですよね。で、この人さらいが実際に起きているんだという流れですね。で、ここで、その95話のところで、もうややこしい説明があるので、改めてここもちょっと整理しますね。流星街で生まれた者には社会的な存在証明がない。それをいいことに、住人を狩りにやってくる悪党が頻出した。はい。まあ、ここね、前も説明させてもらったんですけど、まあ、流星街では、存在証明がないこと、いいことに、人さらいが続出したと。流星街がマフィアと手を組み、人員と引き換えに安全を得るようになるまでは、はい、ここがややこしいです。15歳未満の子供が人さらいにあって、犠牲者が出ていたという話をする。15歳未満人さらいがありました。で、このところで、サラサちゃんが、まず殺されちゃうんですね。今回の、このサラサちゃんが殺される。で、サラサが殺された理由は、遊びですね。遊びで殺されちゃってます。つまり、人さらいをした悪党どもが帰りに、もうノルマ達成したから遊びで人殺そうっつって、遊びで殺されちゃってるのがサラサです。人さらいとして殺されてるんじゃありません。無残にも遊びで殺されてしまっちゃいました。かわいそう。嫌な話。はい、続いて。それがあったので、クロロたちが3年の準備期間を経て、流星街をデザインすると言ってるので、多分こっから先がクロロのやったデザインなんじゃないかと。あくまで読みです。なので、ちょっと間違ってる可能性もあるし、今後新たな情報で訂正する可能性もありますけれども、今のところ出た情報を整理すると、こういうことなんじゃないか。クロロがデザインしたっていうのが、流星街とマフィアが手を組んで安全を得る。はい、ここが、流星街がマフィアと手を組み、人員と引き換えに安全を得るようになるまではって言ってるので、
マフィアと手を組んだことによって安全を得るようになったんだっていう流れだね。はい。で、このマフィアっていうのが前ね、ちょっと説明させてもらいました。12巻でね、レオリオが説明しているところなんだけれども、流星街とマフィアっていうのは、実はすごく癒着があったっていう話ね。武器とか、そういったものと交換条件で流星街の人間をマフィアに売ってたんだっていう話が多分おそらくここです。流星街とマフィアが手を組んで安全を得ていた。で、この時に、クラピカとかがね、ゴンがね、どういうことってなるんですね。で、そこでクラピカはこういうのね、まあ、マフィアっていうのはマフィアンコミュニティ。マフィアンコミュニティって何かっていうと、マフィアンコミュニティの頭、元締めが重労働です。重労働は何かっていうと、この後は出てくるけれども、現役旅団が殺した奴らです。なんだけど、まあ、とりあえずここで言ってるのは、流星街とマフィアが手を組んで安全を得る。で、おそらくこのマフィアは、マフィアンコミュニティのことであろう。マフィアンコミュニティと流星街の癒着。マフィアは武器をあげる。流星街はマフィアに人を渡す。これによって、流星街の安全を守り、15歳未満の人さらいを解消させた。それをおそらくやってるのはクロロなはず。まだわかりませんが、おそらく。プラス重労働が念に覚醒、ここも、95話に書いてありますね。同じ流れです。マフィアとのつながりが増していくのと時を同じくして、流星街とマフィアが手を組み安全を得るのと時を同じくして、流星街の長老の中に念能力を覚醒させるものが現れ、長老たちが念に覚醒しました。で、ここで出てくる、僕これ連呼はてなってなってるんですけども、今回のね話の中で町がね、あなたオーラ見えるのっていうくだりがあって、この連呼って方がまあ綺麗に繋いで、念能力で綺麗に繋いで、お葬式をして、それを町が見て、どうやったの、私にも教えてっていう流れになる。で、ここで多分町は連呼に念を教わってるはずですね。念を見えたので、町はね、多分だけども、これも読みだけど、ここら辺から長老たちが念に目覚めるようになるんじゃないかと。まあ、もっと言うと、現役旅団はこの連呼たち、連呼によって現役旅団のメンバーはこう念能力をね、覚醒していくんじゃないかというのが、予想できますね。マフィアとのつながりが増していくのと時を同じくして、流星街の長老の中に念能力を覚醒させるものが現れ、報復の掟の元となった制約も生まれた。ここむずいよ。報復の掟のもの元となる制約が生まれました。長老たちが念を覚醒しました。報復の掟の元となる制約も生まれました。はい、それは命は命でしか贖えない。で、ここで一行空いて、我々は何も拒まない、だから我々から何も奪うな、人と認められず飛躍民として生きてきた者たちの町の名を、世界の人々が恐れを含み呼び始めた頃、これですよ。世界が恐れを湧くと、流星街が怖くなってね、人されが来ないように近づけないようにする、流星街を恐れられる街にするって言ってたので、なったんですね。世界の人々が恐れを含み流星街を呼び始めた頃、幻影旅団は産声を上げた。ってなると、やっぱりこのサラサがなくなって幻影旅団が生まれるまでのこの3年間によってこのデザインがされたと考えるのが、まあ、妥当でしょう。ってことは、これはやったのクロロなんですよ。で、この報復の掟の元となる制約、制約と契約の制約だと思うので、この多分ね、この制約っていうのが、これ僕の本当に読みです。これね、もう何回読んでも難しくて分かんないんですけど、おそらく制約っていうのが命は命でしか贖えない、報復の掟っていうのが多分これなんじゃないかなと。もしくはこの制約っていうのがこの二つの可能性もあるんで、ここはマジで読み方が難しいし、そもそも報復の掟って何ってなるんで、報復の掟がこれで、それの制約っていうのがこれ。で、つまりそれで長老たちが念能力に覚醒してるってことは、人間爆弾テロの話になるわけですね。これは前にも説明させていただきました。この流星街っていうのは自分たちにね、自分たちには悪い奴ら、悪いことをした場合は、命は命でしか贖えないって言って、この人間爆弾、要は爆破テロするやつ、流星街の奴らがそいつらのとこ行って爆破して死ぬっていう、人間爆弾の念能力によって、長老の念能力によって行われていたので、で、その爆発してった人たちが残してくメッセージがこれ。我々は何も拒まない。だから我々から何も奪うな。流星街に悪いことした人たちには命の報復をする。
っていう。ってことはこれを作ったのがクロロってなると、前話したこの流星街から出てきた幻影旅団という存在、この価値観を持った存在が外に出てるって言ったんだけど、そうじゃなくて、だから流星街、この哲学を持った流星街というところから出てきたのが幻影旅団なのではなくて、実はこれ流星街をこのように作ってたのは幻影旅団のクロロの可能性がある。そして幻影旅団っていうのは流星街から出てきた亜種みたいなことではなくて、流星街が世間から恐れられるように守ってるのが雲という可能性が出てきたわけですね。はい、ここでめちゃくちゃもう複雑なんだけど、めちゃくちゃ複雑なんですよ。だからここちょっと名探偵がいるとね、面白いんですけど、ヨークシンシティのところで重労働を殺してて、重労働っていうのは流星街ともう癒着していたマフィアンコミュニティの元締めなんですよ。だから流星街と重労働っていうのはすごいつながりがあったわけ。幻影旅団が流星街出身だと分かった瞬間に懸賞金を取り下げちゃうんですね。流星街出身者には手を出すなっていうことですよね。なぜならこれ報復の掟があるからですよね。はい、なのにジュロトを殺している、クロロ、これ僕の読みです、あくまで僕の読みね。なぜ流星街とマフィアがこう癒着していたか、それは、この人さらいを救うっていう、人さらいが起きないように安全を得るっていう目的が第一だけど、もう一個はもちろんこれでしょうね。犯罪者が使う抜け道を作って捕まえる。あ、でもあれがマフィアとも限んないのか。マフィアとも限んないんですけどね、サラサ殺した奴らがね。多分サラサを殺した犯人を捕まえるためにもこういった癒着をつなげていたんじゃないか、はこういうシステムを作ったんじゃないか、これ僕の予想です。はい、あくまで。ってなると、サラサの犯人は捕まったんじゃないか、もうこの目的は達成されてる可能性もあるですよね。これかなりの謎です。はい、かなり不思議な流れですね。で、続いてね、クルタ族虐殺の問題ですね。で、このクルタ族虐殺問題なんですけれども、このクルタ族虐殺問題で、まずね、幻影旅団は参加してるのかっていう問題ですね。やってないんじゃないかっていう思いもあるかもしれませんけれども、やっぱりね、でもこれ、ウゴーギンがクラピカと戦った時の発言を聞くと、やってないは結構無理があるなって思いますね。はい、9巻でね、最初クラピカがお前はクルタ族日の目を覚えてるかっていうと、ウボギンはね、いや覚えてねえなーって言うんですよね。でクラピカが日の目をピカってやるとウボギンがね、その目思い出したぜ、切れると目が赤くなるやつら、どっかの奥地でこそこそ暮らしてた団長が痛く気に入ってたぜ、あれは大仕事だったって言ってんでね、あいつら強かったな、その生き残りかって言ってるんで、これ手を下してないはないんじゃないかっていうのがあるわけね。そうすると幻影旅団が首謀者じゃないんじゃないか説もあるけれども、つまり幻影旅団が中心じゃない可能性もあるけど、はい、わかんない、やってませんでしたっていう流れあるかもしれないけど、これだけ読んだらないなっていう気がしますね。で最後にそのこれね、ゼロ巻でもそうですけれども、ゼロ巻で最後に、我々は何者も拒まない、だから我々から何も奪うなという、このまあ、報復の起きてないんじゃないかなと俺が勝手に思ってるこの2行があったわけですね。そのクルタ族を虐殺したところにメッセージとして残されてたわけですよ。まあ流星街かかっているだろうなっていうふうに読むのがまあ普通で、だけどまあこれをわざと誰かが使ってるのかな、流星街の人たちじゃない旅団がやってないんだけども、わざとこのメッセージを残すことで、流星街の人たちがやったように見せてるんじゃないかな説もあるっちゃあると思ったけども、ウボーギンのリアクション見てるとやってるなって感じですよね。じゃあなぜやったの？まあ先ほども言いましたけれども、あのサラサ死亡によって作られた団体ですけれども、あの多分流星街とか自分たちのこと以外関係ない人たちを殺すことに何の躊躇もないので、彼らはね、だってウボーギンなんてこれだから殺しはやめられねえんだとか言ってるからね。はい、なんでモラリストじゃないかって言ったら、これがあっておそらくこの彼らの目的とか、そういったもの、初めはただ欲しかっただけなんだけれども、目的が変わっちゃって幻影旅団っていうのが目的化していってる、だからそれを信長が懐かしそうに思い出してるんじゃないですか。あいつらは昔の俺らと似てるよみたいな。だから昔の俺らと今の俺らは若干もう
初心がもう変わってきてるんじゃないでしょうかね。でもう一個、シーラちゃんが黒幕なんじゃないか説っていうのがありまして、まあこれはですね、まあ僕はどうなんだろうって思うところもあるんだけども、実はでもそういうふうに言われるゆえもある。それがね、この片付けんじゃの話で、シーラっていうのはパープルなのね。で、サラサちゃんがオレンジなのね。で、このシーラとオレンジのサラサが、こう劇の中で言い合いして、男をレッドを取り合うみたいな、多分展開なんですよ。だからこことここは実はこういう対立構造になってる、パープルとオレンジっていうのがね。だからシーラがサラサをやったんじゃないかっていうのは、まあわかんなくはない。わかんなくはないんだけど、ただね、このサラサが殺された理由って遊びなのね。これ事故なんですよね、一種の。何かしら理由でシーラが何かしらを知ってたとか、関わってるみたいなことが例えばあったとして。で、あのメッセージの意味もシーラは読めちゃったんだとして、っていうのはあるかもしれないし、もしかしたら、これに関わってなくても、シーラちゃんはどっかでサラサちゃんが鬱陶しいなって思ってた。そういう気持ちがあるから、この雲っていうのに自分は乗れない。もちろんディノハンターでハンターになりたいっていう気持ちもあるけど、どっかでサラサを鬱陶しいと思ってたからこそ、このね、3年間の準備期間とこの現役旅団のその思いに一緒に乗ることはできない。シーラちゃんはこう離れていった。みたいなことは、まあ、あるかもね。っていう感じはします。ただね、これもう一個面白いのは、このパープルのシーラは劇の中でこう言われてるのね、マクロ女王、真っ黒のね、マクロ女王の双子っていう設定なのね、パープルは。双子の妹みたいな設定。だから、シーラがマクロ女王を演じるんだ。シーラはパープルでありながらマクロ女王役でもあるわけ。つまり、黒幕っていう意味合いも取れそう。富樫先生の作品なら。こういう伏線があったと言われたらそうなのかもしれない。クルタ族虐殺の黒幕がシーラなんじゃないかなって思うんですよね。だからシーラは多分このクルタ族虐殺のところにシーラが関わってるよみたいな。後々ね、いろんなことが分かってた時に、あ、意外と、あ、シーラ黒幕だったんだっていうことは何かしらどっかである可能性はあります。どこに繋がるかは。ちょっとそこまでは僕は分かんないですけど、そこら辺は名探偵が誰か、あのね、推理してもらうと面白いのかなと思いますけどもね。はい、すいません、最後にですね、一個だけ忘れてたのが、クルタ族黒幕説ね。クルタ族は外部と接触を絶っているんですけれども、しかしね、外から人間を嫁がせて村に入れてるんですね。はい、ってなるとね、流星街の人さらいに、まあ、直接じゃないにしても間接的に関わっていたとか、マフィアとか人身売買に関わっていたっていうのもね、まあ、なきにしもあらず。で、そうなると、報復を受けたっていうのもですね、まあわかるわけです。ただこうなるとですね、この虐殺を受けた時に外部の人間もですね、めちゃくちゃ残酷に殺されてる。なんなら、クルタ族の人よりも残酷に殺されていたというね、記述が残ってるので、流星街の人がね、人さらいにあってそこにいたのに流星街の人めちゃくちゃ殺すってなると、ちょっと辻褄合わなくなっちゃうので、これもね、あんまり合わないのかなと。あとはですね、シーラとクルタ族に何かしらの事件が起きた。まあ、シーラが突然いなくなったので、もしかしたらクルタ族の人に何か見つかってとかあってね。ただシーラがね、村の情報を伝えたというのも記載があるので、まあ、何かしらのことがあって、それによって報復というね。はい、ということでね、まあ、本当に考えれば考えるほどね、謎が深まるばかりなのでね、この先が楽しみでございますね。以上です。まあ話が進んでいけば全部わかることなので、まあ今わかることはこんな感じかなというふうにちょっと整理させていただきました。はい、以上です。面白かったら高評価チャンネル登録お願いいたします。また来週みんなで集まって、考察しましょう。もうね、850人ぐらいでね、みんなで考えて、いろいろね、いろんな意見出してね、訂正させてもらったりいたしました。はい、面白かったら高評価チャンネル登録お願いいたします。さよなら。